日は今日はまた提案してくれたもんね。はい、100円ショップに行っていただこうかなと思いまして、はい、行きます。はい、100均ね。100均行ったことありますか？100均は あるよ。でもなんかね、すごいちっちゃいところで、なんかスーパーの横にちょこっとあるような100円均一みたいなところに、あの王子のそれこそなんだろう、シャボン玉とか、そういうのは買ったことあるけど、なんか本当に大きい大手のところで、なんかもうゆっくりこう買い物とかはしたことない、一回も、ね、でも楽しみ、すっごい楽しみ。着きました。来ました。もうすでに楽しそう。なんかもう私こういうの大好きなんだよね。でも無駄に買っちゃう。すごくない？糸とか売ってるよ。糸何手芸糸。でこれ200円ってすごくやばいですよね。何これ見て。これなんか王子で喜んでやってくれそう。へえ。手袋つけて。すごい。すごい。これめっちゃ良くない？めっちゃいい。ということで発金に行って帰ってきました。はい、じゃあ買ってきたもの紹介していくけど、結構買ったね。約7000円分、はい、買っていろいろ買ったよ。でもどっから紹介したらいい？まずどっちからに。はい、はい、まずはこの写真、写真立て、はい、をこのね、このちょっとこっちは次男の写真を入れようかなと思って、こっちには家族の写真をね入れようかなって思ってます。これは200円で、こっちは100円かな、だった。これとあとはちょっとパパッと、この辺はねちょっとエコ商品を見つけたので、このシリコンのラップ、これなんか伸びるやつ、ちっちゃいサイズと大きいサイズの、これはずっと使えて洗って使えるやつ。これはこれ油こしの、なんか汚い油を入れて綺麗になるやつ。見ました。あとこれもなんかコップの上に飲んだ後に置いて保存や温め直しできるやつ。結構キッチン系をいっぱい買った。あとこれはなんかお野菜のなんかね温めるやつで、レンジでスチームのやつができるんだけど、なんかほら王子とさ、私のご飯とかまとめて作ったりするのにここに入れて、このままレンジで蒸し料理ができるってやつとか、めっちゃいいやつ。あ、しかもここにちゃんと書いてある、里芋2分とか人参2分3分とか書いてある、ここ便利。あとはこれはあのなんかうちの次男の粉ミルク入れて入れるようにあったのと、あとこれめっちゃいい、おにぎり入れるやつ。これもサランラップじゃないから結構だし、これもう1個買えばよかった、おにぎり。確かに1個しか入ってないですもんね。あとこれめっちゃいいと思ったのが、このシリコンの耐熱トレーなんだけど、これ電子レンジもオーブンもいけるやつで、こういろんなサイズがあって、もうちょっと大きいのがあったんだけど、同時にいろんな食材をこの中に入れて、同時にこうやってさオーブンに入れて、このまま調理ができる。これもなんか時短だし便利だなと思って。結構キッチン系いっぱい買った。そうですね、楽しかった。楽しかったですね。これなんかおうち用のちょっとちっちゃい玉ねぎ作るようなやつとか、なんかオープンされてるけど、これなんかミッキーの方おうちがミッキー分かるから、ミッキーのこうご飯だから。あとこれはなんかね、ボールフ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 ルって振ったら、ちっちゃいおにぎり、ご飯ボールができるやつ。これはちょっと次男にもこれから使えるかなと思って買いました。あとこれめっちゃいいと思った、これお袋用キャップ。このまま保存できて、キャップとパカッと外してパーってパン粉とかあるやつ。これもよいしょ。あとは王子の絆創膏とか、あとはなんかこういうマルチケースはなんか充電器入れたりとかするのがいいなと思って、ほいってマルチケースはあとこっちも買った。これはなんか領収書とか入れたりしようかなって。あとはマミーのちょっと軽いリップとか入れるポーチ、これ超かわいい、貝殻のもので、ちょっとお泊り用のやつと超かわいい。あとはこれマミーの馬肉リップ、
はね、これ王子のキラメイジャーの鉛筆と、キラメイジャーの鉛筆、うん、削ってもらえるの。あとこれ王子のシール、王子のシールたち、あとマミの靴下と、ベンチこれおもちゃに入れるベンチね、必要だったから。はい、あとはなんか窓ガラス専用のなんか拭き出す、あのすごいね、うち鏡とか窓とかが部屋家で、あのお子さんいる方分かると思うんだけど、それが売ってたから、それとか、あと多機能ピーラー、これもなんかいろいろ使えそうだった。パスタメジャーがここについてて、ごぼうの皮引きとか、あとカッターにもなって、ここがもちろん 目取りもできるし、面取り、目取る、目取り、目取りで、これなんかね、薬味をおろすのが裏側についてたりとかして、6で使えるんだ。ちょうどピーラーなかったからこれを買ったのと、あとはこれ普通に、これもうちでないんだよ、スライサーがなかったから、玉ねぎとかのスライスできるやつ。これなんか段階があって7段階調整ができるんだって。これいいよね、7段階調整できるから。これと、まあ、これはあの哺乳で洗うやつね。あとは、なんかこれは小物入れ買ったんだけど、小物入れと、これめっちゃいいの、これ手袋なんじゃなくて、これがマイクロファイバーになってて、手こうやって入れて、こうやってこの辺を手入れたままこうやってお掃除できるんだって。これ白いでしょ、これマジでみんな買った方がいいよ、手袋の掃除。それ絶対いいですよね、これめっちゃいいの本当に。だってもうさ、ただつけてさ、もう自分でさ、こうやってさ、歩きながらさ、どっか触ってればいいんでしょ、いろんなとこでさ、細かいとこはこうやって指でさ、小指とかでもいけるからさ、これめっちゃいい、お掃除手袋、これ超いい。終わりました。はい、こんな感じでパパッとたくさん、全部で7000円分100円均一で購入しました。すっごい楽しかった。あ、まだあった、ごめん。あとなんかゴムとピンね、前髪とも、なんかそんな感じかなって感じで、超満足、大満足、大満足ですか。てかまた行きたい、行きましょう。なんか、うん、全然違う、これ今日はダイソーですもんね。ダイソー、セリアとかキャンセルとか、え、違うんだ種類が、多分置いてあるものが違うので、めっちゃ楽しかった。やっぱエコな商品が意外とこういうのがあったのが、私の中ではすごくポイントが高かったかな。はい、ということで、また聞いたら動画を回そうと思います。ということで、今日も見てくれてありがとうございます。ぜひ私が買ったものを皆さん参考になったらいいなと思います。ということで、また見てください。じゃあね、バイバーイ。